福野瀬工作は日本の政治家、高知県須崎市長、高知県土佐市出身、12歳の時に須崎市に転居、高知中学、高等学校卒業、1982年3月、東京経済大学経営学部卒業、同年4月、東プレ株式会社に就職、中学、高校時代は野球部に属し、 1977年第59回全国高校野球選手権大会に右翼手として出場しベスト8まで進む。1984年4月、ハイヤーの会社に転職。1993年11月、同社の代表取締役に就任。1989年に設立された高知県西部情報通信研究会の事務局長に就任し、 須崎ケーブルテレビ株式会社の設立メンバーとなる1994年から、同社の常務取締役を務め2011年10月、市長選挙出馬のため辞職。2006年11月から2011年9月まで、須崎商工会議所副会頭。2012年1月22日に行われた、須崎市長選挙に、民主党高知県連、自民党須崎支部の推薦を受けて出馬。 元県議会議員の朝比奈敏弘を破り初当選。2月1日、市長就任。2016年、無投票で再選。2020年、無投票で参戦。ありがとうございます。